西野さん、やっぱり千葉さん頼もしかったですか？頼もしかったです。すごく理想だなと思います。できればあんまりしたくないなって思うので、はい、これ予告がですね、今大変な回数の再生数になっておりまして、期待がものすごく皆さん高まっているところだと思うんですが、西野さん、はい、いかがですか、お気持ちは。でも今その再生回数がって言われて急になんか不安になりました。特に何も、あ、明日公開かくらいだったんですけど、急になんか期待されているのかなって思うとちょっと怖くなってきました。そうなんですよ、すごい回数のね再生数になってるんですよ。嬉しいですね。前日っていうのはどうですか、やっぱりあんまりそこまで緊張はされていなかったですか、今の話を聞くまでは。そうですね、でもいよいよかって感じで、なんか早くこう皆さんに見てもらえるっていうのは楽しみだなって思ってました。ですよね。千葉さんどうでしょう、配信前日のお気持ちは。いや、早く本当に皆さんで一生懸命作ったので、早く見てもらいたいなと思いますし、3話ずつ更新なので、その配信日を毎週楽しみにしてもらえたら、なんかすごくいいなと思います。西野さん、やっぱり千葉さん頼もしかったですか？頼もしかったです。もうそう言うしかないですよね。もういやいや、本当に本当に、でも、うん、何をやっても千葉くんは大丈夫だよって監督さんにも言われてたので、もう安心して一緒に撮影してました。ちなみになんですが、元谷という男性としては、はい、西野さんから見ていかがですか、はい、ああいう男性は。あ、でもその料理とか結構やってくれる元谷はすごいありがたいなって思います。なんか自分そんなに料理はあんまりできればあんまりしたくないなって思うので、はい、全部任せられる旦那さんすごく理想だなと思います。あんまり家事得意じゃないんですか？そんなイメージが全然ないですけど。なんか自分のためにならできるんですけど、なんかもう一人分とかってなるとちょっと あんまり、まあ、やったことないんですけど、自分だけで精一杯って感じです。